おお、帰ってきた。あれ、留守電入ってる。誰からだろう。なんか男の子っぽい部屋だな。招き猫飾ってる。入学おめでとう。元気でやってるかい？はい。誰？お父さん？あ、おじさんだ。おじさん。あ、そういえばこの子のおじさんってテニスクラブのオーナーだっけ？いや、突然なんだけど、君またテニスを始めたんだって？はい。だったら君、相談というか話があるんだ。何ですか？都合が良ければ明日にでもうちのクラブの方に来てもらえないかな。いいとも。何、悪い話じゃない。とにかく明日は一日いるからよろしくね。じゃあ。はーい。話？まあおじさんの経営してるテニスクラブにも久しぶりに顔出したいし、とりあえず明日行ってみようかな。4月14日日曜日。3年ぶりか。変わってないな。ここも辞めた時のまんま。あー、通ってたことあったんだ。おー、懐かしい。あれ、いや、来てくれたんだね。はい。おじさん、キューとだいぶキャラ変わりましたね。もしかしておじさんって二人いる？悪かったね、一方的に呼び出したりして。 いえ。おじさん、お久しぶりです。で、お話って何ですか？いや、別にそんなに改まってもらわなくてもいいんだが。はい。いや、実はね、その私は嬉しいんだよ、君がテニス部に入ったと聞いて。そうなんですか？姉さんにそれを聞いてからいても立ってもいられないという感じでね。姉さん？ああ、お母さんか。は、はあ。君にはセンスがあった。それも惜しかったし、それ以上に。はい。あんなにテニスが好きだった君があんなことでテニスをやめてしまうなんて。あんなことって何なんですか？正直この3年君と顔を合わせるのが辛かったんだよ。でも本当に良かった。おじさん、しかも聞けばあの名門声楽テニス部だって言うじゃないか。はい、そうなんです。おじさん、心配おかけしちゃって。いやいや、可愛い名のことを心配するのは当然だろ。おじさん。それでね。はい。私は自分なりに考えたんだ。どうすれば君のテニス復活を応援できるかってね。はい。いろいろ悩んだ割には大したことじゃないんだが。はい。はい？周りにできることは限られる。君自身の努力のみが結果を生み出す。はい。そう考え及んだ結果。結果？ん？知っての通り、かつて君も所属したこのクラブのオーナーは私だ。はい。その私が許可する。部活が休みの時好きなだけここで練習したまえ。いいんですか？お金は本当に？ああ、もちろん。料金なんていらない。おじさん！なんだったら学校の友達を一緒に連れてきたっていい。とにかく。おじさん！神！思う存分、テニスに打ち込みたまえ。はい。はい、ありがとうございます、おじさん。それと、ついでと言っちゃなんだが、もう一つ提案というかお願いが。何ですか？はい。いや、練習の合間で構わないからクラブの仕事を手伝ってもらえないかな。いいとも。そんなこと当然です。あ、もちろん働いた分はバイト代は支給するよ。いいんですか？いろいろ欲しいものもあるだろ。はい、おじさん大好き。
よそで関係ないバイトするよりはここの方がテニスのためにもなるだろう。確かに。はい、よろしくお願いします。いい返事だ。その調子で頑張るんだよ。はい。あれ、何ですか？黄色い歓声みたいな。あ、もしかして先生か？ああ、出た。好みコーチが来たんだよな。好みコーチ、毎回思うんですけど、好みなの、好みなの、どっち？好みコーチ？最近うちに入ったコーチだ。君にも紹介しておくよ。はい。若っ。彼が好みコーチだ。なかなか腕もいいし、見ての通り人気もある。はい。いやいや、若っ。そりゃ人気も出るわ。からかわないでくださいよ、オーナー。僕なんかまだまだですよ。まんま先生やん。謙遜しなくてもいいよ、好みくん。参ったな。はじめまして、黒宮ユリアです。ああ、君が。君の話はオーナーから何度か聞いたことがあるよ。そうなんですか？練習に来るんだ。はい。なら、もし一人の時には僕がコーチをしてあげるよ。いいんですか？本当ですか？ああ、オーナーにはいろいろと世話になっているからね。やった。それに君は教えがいがありそうだよ。きっと上手くなる。本当ですか？本当ですか？うん、僕が保証するよ。好みコーチ。じゃあ、一人で来た時はよろしくお願いします。好みコーチか、大人って感じでかっこいいな。おじさん、本当にありがとう。気にしなくてもいいんだよ。何度も言うが、とにかく私は嬉しいんだよ。おじさん、君があの事件を乗り越えてまたテニスを始めてくれるようになったことがね。あの事件って何なんですか？おじさん、私本当に乗り越えられたのかまだ分かんないんだけど。とにかく私テニスが好きなんだって気づいたから。だから。頑張りなさい。応援するよ。はい。はい。4月14日日曜日。今週は何をしようかな。あ、やっとセーブできる。なんかときメモみたいなんだけど。何あの犬先輩。三角は？あー、パラメーターね。もう完全にときメモだよ。部活に出ようかな。勉強やろうかな。学力だって大事だからね。ひらめく瞬間に丸ボタンだよね。休息しようかな。体調整えるのも必要だよ。料理しようかな。料理くらいできなきゃね。ひらめく瞬間に丸ボタンだよね。身だしなみがいいかな。最低限のルックスは必要だよ。ひらめく瞬間に丸ボタンだよね。ここまでは変わってないな。犬夢も見ようかな。見よう。おお、なるほどね。もうランキング出てんの？最下位か。あれ、堀尾くんたちいないんだけど。あ、乾先輩、龍馬くんに負けてる。てか、新井さん、池田さんより下なんだ。今週は何をしようかな。設定変えようかな。カレンダー見ようかな。見よう。ん？あ、もうすぐともちゃんの誕生日か。説明は？校内練習日、各大会、期末テスト、体育祭、強化合宿、補習期間、夏休み開始、
全国大会、関東大会、誕生日。6月に体育祭か。7月に期末テストか。8月に強化合宿か。え、9月で終わり？短っ。じゃあ文化祭やクリスマスやお正月やバレンタインや卒業式もないの？手塚部長のガチ当時聞きたかったんだけど。てか、ともちゃんの誕生日しかわからなかったんだけど。今週は何をしようかな。セーブしようかな。ロードしようかな。じゃあセーブして終わろうかな。長くなってしまったので2パートに分けたいと思います。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。時間が余ったためもう少し続けたいと思います。じゃあ今週は部活に出ようかな。4月15日月曜日。少しでも体力つけようとロードワークに出たけど、何？たった5キロ走っただけでこんなに疲れるなんて。いや、5キロ走ったら疲れちゃうよ。あれ、向こうから走ってくるのはカイドウ先輩かな。当たった。カイドウ先輩、おはようございます。ああ、喋った。なんなの、喋るところと喋らないところの差がわからないんだけど。選択肢？先輩もロードワークですか？一休みしませんか？好感度上がるか下がるかの二択？普通はないの？いや、嫌われたくないんで。上。先輩もロードワークですか？ふんって何ですか？不愛想な先輩だよね。でも、レギュラーになるには、私もあれくらい努力しないと。そうだね。よし、私だってやるぞ。この朝、私は10キロ走ってから学校に行った。授業中居眠りしちゃうよ。かなり疲れたけど、カイドウ先輩に少しだけ近づけた気がしたな。集合！はい。これより練習を始める。今週は声楽練習メニュー、走り込み、壁打ち、ミーティング、素振り、ウェイト、玉拾い。そうだな、前回走り込みだったから素振りやろうかな。瞬発力、技術力をつける練習。ホイッスルに合わせて丸ボタン。今回丸ボタンだけ？じゃあ今週は素振り。素振りを行う。はい。以上。はい。バラバラだったよ。おう、素振り始め。はい。ん？4月17日水曜日。あ、ねえ。はい。うっ、ももちゃんびっくりした。どうしたの？ねえ、今日は何の日？今日？あ、もしかしてともちゃんの誕生日？え、突然何？いいから。ともちゃんの誕生日、今日は選択肢かな。ともかの誕生日、春土曜、五平餅記念日。まあ全部合ってるんだと思うけど、一番上かな。ともちゃんの誕生日。正解。まあ、あんたも伊達に付き合い長くないね。まあね。言われるまですっかり忘れてたけど。おいおい。はい。なんか言い忘れてることがあるんじゃない？ん？ああ、誕生日おめでとう。言い忘れてること？長年連れ添った幼馴染の成長を。うん。祝うとか喜ぶとかそんな気持ちはないわけ？あるよ。ああ、はいはい、お誕生日おめでとう。で、いくつになったの？13歳じゃない？撃たれたい？ごめんなさい。冗談冗談。
ほんとごめんね、忘れちゃってて。それ言っちゃっていいの？言われるまで気づかないなんて。そんなんじゃあんた、人間関係で苦労するわよ。そうですね。ともちゃんの顔怖いんだけど、その目と口どうなってんの？はあ、仕方がない。かわいそうなあんたのために秘密情報を分けてあげるわ。え、もしかして今回も親密のノートってあるの？秘密情報？何それ？男子テニス部の人間関係よ。まあ親密度と言ってもいいわね。やっぱり親密のノートだ。え、なんでともちゃんがそんな情報を持ってるの？そりゃあ私は龍馬様ファンクラブの会長だもの。意味がわからないんだけど。ファンクラブ？越前くんの？そう、会長としては龍馬様をめぐる人間関係のチェックは当然よ。そうなんだ。まあ、あんたも部員の人間関係は知ってた方がいいでしょ。まあ、そうだね。うちに電話してくれれば、幼なじみのよしみで特別に教えてあげるわよ。いいの？ありがとう。電話？学校じゃ教えてくれないの？ダメよ、こんな重要情報、学校じゃ誰に聞かれるかわからないじゃない。そうかな。テニス部の人間関係なんて、ともちゃん以外に知りたがる人いないと思うけど。でも、まあいいか。知りたくなったら休日にでも電話してみよっと。そうだね。素振り始め。はい。これ気持ち早い方がいいのか。4月20日土曜日。あ、藤先輩。あ、やっぱり喋らない。なかなかいい調子みたいだね、黒宮。ありがとうございます。どう、部活はもう慣れた？はい、慣れました。だいぶ慣れてきました。すごい先輩がたくさんいて気合が入ってます。そう、よかった。これからも頑張ってね。期待してるよ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。頑張ります。やった、褒められた。キュン。どうした？いった。ああ、いてててて、危ないな。誰こんなところにバッグ置いとくの？新井さんか？ああ、せっかく集めたボールがまた散らばっちゃった。またやり直しだよ。あ、喋んないの？何してるのよ。げ、ともちゃん、げって失礼だよ。全くドジね、ゆりは。はいはい、どうせ私って、そんなところで見てないで拾うの手伝ってよ。やあよ、私部員じゃありません。そんなこと言わずに。でもテニス部のためってことは、越前くんのためにもなるんじゃない？その手には乗りませんよ。龍馬様に直接頼まれたわけじゃないもんね。まあそうだけどさ。チェ、ケチ。じゃあ気が散るからどっか行ってよ。ボール拾うのに集中力が必要。あー、そっか、そうしないとまたばらまいちゃうか。ももちゃん。ははっ、冗談冗談。じゃあ玉拾い頑張ってね、ゆり。うん。まったく、ともちゃんは龍馬くんしか目に入ってないんだから。今まで越前くん呼びだったのに、なんで龍馬くん呼びになった？あ、龍馬くんも喋んないの？てか、名前呼びじゃなくてあだ名呼びになってる。あ、これはあだ名呼びじゃなくて疑問持ってるだけかな。ゆり？はい。あ、龍馬くん。龍馬くん呼びしたら龍馬くんドキッとしちゃうよ。ゆりって誰？はい、私です。それは私の昔からのあだ名っていうか、あだ名っていうか3文字を2文字呼びにしただけだけどね。あ、大井先輩も喋んない。ここは全員喋らないの？そうなんだ、
似合ってるんじゃないかな。そうですか？うん、似合ってる似合ってる。え、全員いるの？あだ名とは理由があってそう呼ばれるはずだ。似合わない確率の方が低い。そうなんですか？あー、私のあだ名が浸透していく。卒業したはずなのに。別にいいと思うけどね。あ、この際だから変な名前にすればよかったかな。ゆり太郎とかゆりのすけとか。でもテキストにそうやって表示されるの嫌だな。3年のブランクか。早く昔の感覚を取り戻さなくっちゃね。今夜はこのラケットで自主トレでもしようと。ずいぶんとご機嫌じゃない。早川さん、こんなに早くに出てくるの？おう、あ、早川さん。この人はですね、早川楓さんといって、スウェット&ティアーズ2とラッシュ&ドリームに登場したオリジナルキャラです。そして主人公と同じ1年生です。目が怖いな。毎日ヘラヘラとおままごとテニスで遊んでるってわけ？おままごとじゃないよ。おままごとってそんなこと。じゃあ何？気まぐれにさっさとやめて、また気が向いたから始めました。別にいいじゃん。これがままごとじゃなくて何なのよ。それは主人公。言い返せない。そうよね、図星だもんね。ムカつく。私は今年からセールドルフ学院のテニス部に所属したわ。そうなんだ、元彼たちによろしく。え、あのテニスの名門の？そう、今のあなたじゃ逆立ちしたって入部できないその名門テニス部よ。それはわからないよ。すごい。何よそれ、バカにしてんの？違うよ。え？私はどんなに努力してもずっとあなたに勝つことができなかった。そうなんだ。悔しくて情けなくて、全てを犠牲にして毎日必死でボールを追って。大変だったんだね、早川さん。今度こそは。そう手応えを感じていた小学3年の大会の決勝。うん。なのにあなたはその試合を放棄したわ。放棄？なぜ？不戦勝で優勝なんて。あなたにその時の私の惨めさがわかる。それは、あれは。その後のどの大会にもあなたはいない。そうなの？今さらどう言い訳しようと勝手だけど、あなたは逃げたのよ。間違っちゃいないけど。私はテニスから逃げた負け犬を目標に必死でテニスに打ち込んでた。負け犬って呼びからひどくない？私、何？それが今になってテニスまた始めちゃいました？別にいいじゃん。どういうつもりで再びラケット握ったんだか。やっぱり私はテニスが好きなんだよ。握りたくなかったからテニスが好きなの。答える筋合いはないよ。喧嘩になっちゃうよ。殴り合いの喧嘩になるって。そうだな、やっぱり私が言ったこれかな。テニスが好きなの。何？負け犬が今さら。負け犬って言い方やめてくれる？逃げたのは事実だから否定はしない。でも何？でも今は誰にも負けないくらいテニスが好き、そう気づいたから。まあでもこれで私の悲願達成も近づいてきたってことよね。あなたをコートの中で完膚なきまでに叩きのめすことができるってこと。それはわからないよ、早川さん。でも今のあなたと私じゃ大人と子供の試合になっちゃうんじゃない？まあ今はそうかもね。あんまりがっかりさせるような試合にしないでほしいんだけど。わかってるよ。うん、頑張る。返事だけはいいようだけど、またすごすごと逃げ出したりしないようにね。
もう逃げないよ。みっともない試合なんてするもんか。ブランク埋めるためにももっと練習しなくっちゃ。よし、頑張るぞ。4月21日、日曜日。今日は何をしようかな。あ、新しいのが増えてる。誰か誘ってテニスクラブに行こうかな。一人でテニスクラブに行こうかな。テニスクラブに行ってバイトしようかな。ともちゃんに電話しようかな。でもいつも長電話になって一日潰れるんだよね。なんで愚痴言った。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん。